日本中部地方長野県塩尻市大門大門は長野県塩尻市の中央部にある地区。観光庁や商業施設等が集中する同市の中心市街地である。大和大門及び大門田川町以外は住居表示を実施している。地区の人口は約9600人。田川上流左岸にあり、気境が原大地の南端に位置する。中仙道塩尻塾の西方。 約 2km 地点にあり、江戸時代までは農村であったが、1902年の塩尻駅の開設に伴い、駅前の大門中央通りに塩尻大門商店街が形成され、急速に発展した。2008年には、中心市街地活性化事業が開始、2010年には、塩尻市民交流センター、エンパークが開業した。エンパークは、塩尻市立図書館を中心に、 子育て支援施設、市役所の分室、オフィスなどから構成される複合型施設となっている。塩尻大門商店街では、毎年10月に、商店街振興組合や子育て連絡協議会、等の地域団体からなる実行委員会により、1990年代から、ハッピーハロウィンイン塩尻が開催され、商店街で開催されるハロウィンイベントとしては、日本国内で、 最大規模となっている。1965年設定。塩尻駅の東側に位置する。塩尻市民交流センター、エンパーアークや山岳館連携施設、塩尻インキュベーションプラザ、再開発ビル、ウィングロード等がある。塩尻駅は中央本線開通当初、当該区域に開業した。郵便番号は399-0736。 1965年設定、塩尻駅の南東に位置する。郵便番号は399-0735。1965年設定、塩尻駅の南東側に位置する。大門神社が鎮座する。郵便番号は399-0733.1965年設定、塩尻駅の南東に位置する。 長野県道305号商品大門線や長野県道301号塩尻停車場線の各終点がある。郵便番号は399-0734。1965年設定。塩尻駅の東側に位置する。塩尻市立塩尻日小学校がある。郵便番号は399-0732。1965年設定。 塩尻駅の東側に位置する。塩尻郵便局や塩尻市立体育館、日本電産コパル、塩尻事業所がある。郵便番号は399-0731。1965年設定。塩尻駅の東側に位置する。塩尻市役所や塩尻市文化会館がある。郵便番号は399-0738。1965年設定。 塩尻駅の東側に位置する。1982年にスイッチバック解消のために移転した塩尻駅があり、長野県中南部の交通の要衝となっている。郵便番号は399-0737。1981年設定。塩尻駅の東側に位置する。国道19号20号153号の交流地点である高で交差点に接す,する。 郵便番号は399-0742。1981年設定。塩尻駅の東側に位置する。郵便番号は399-0741。1981年設定。塩尻駅の東側に位置する。郵便番号は399-0746。1996年設定。塩尻駅の東側に位置する。 郵便番号は399-0745。1984年設定。塩尻駅の南東側に位置する。住居表示は未実施。郵便番号は399-0743。住居表示実施区域の残余部分。塩尻駅の南側から西側に位置する。JR 中央本線が東西を貫通し、中央部を国道19号、南部を 長野県道292号号馬越し、塩尻停車場線が通る。サントリー塩尻ワイナリーや昭和電工塩尻事業所のほか、塩尻駅の南方に JR 塩尻総合事務所、塩尻機関区がある。郵便番号は399-0744。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。人口、世帯数塩尻 CABC。 47、都道府県商店街百貨 p 1 4 9ゼン、出版2020年小中学校の通学区域、塩尻市。ありがとうございます。